手出しはできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ここで撃てばあれは暴走し踏み潰されてしまう。でも進む道が分かるの。嘘をつくのはやめなさい。本当にこっそり行けるから。やめるんだ。動かないとダメ。見られたらダメ。
ちに行くか見てないと。もうちょっと。何？ついてきて。ねえ、どうやって避けたの？信じられない。それはおもちゃじゃないのか。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子を。おかげだ。僕はただ。おい、口を閉じていろ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。おい、来い。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。
さあ帰るぞ。こっちだ。道はわかる。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。こっちに来るな、母なしごめ。血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして拭いてやる。なぜ？し。なぜ私は異端児なの？アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰？アーロイ、前にも言ったが、知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる？難しい話なんだ。でも知ってるの？私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの？長老が？方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで？何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの？教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い？そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。なら訓練しないとな。訓練は大変だし、何年もかかることだぞ。じゃあ始めよう。